2%、64。64で。64%。だいぶ歩いたね。まだまだこれからです。今日は結構歩きましたよ。いろいろ歩いてやるのだと。この下に抜けれるようになっとるみたいな感じでね、向こうにね、こう帰りはどうしよう、帰りもまだ帰りの心配なんてしなくてもいいと思います。今日は意外と結構天気いいからね、新宿港あいた、新宿大橋も それと下行けれるようにしたね。これが松江の NHK 松江、NHK 松江、 NHK 松江、ね、はい、松江 NHK、 どうやって撮ればいいのか、どうやって撮るのか、こうか、よくわかんない、よくわかんない、撮れない、きれいに撮れない、取れまへん、取れまへん、今日祭日だというのになぜこんなに、こんなにあれしてるのか、それそれ
古ぼけたような写真なんだね。大丈夫か。どうしよう。前一回来たからね。来たことあるから。限界かよ。限界かよ。いいね、いい感じや。こういうところ、なかなかいい感じやね。おっ。それ。休みだ、今騒がしいね。結構人結構いるし、ちょっとアップで撮らせてもらうか。そこでしじみ取りしとんなきゃ。よいしょ。もう一枚、もう一枚。よし。そいっし。メルチキなんかNHK の隣あるか、隣 TSK とか言って、 あれはどこにあるかな。新宿を訪問するとか言って、天神川水門。天神川かな、これ。天神川。天神川ね。島根県立美術館。島根県立美術館。
く回ってるの。回るんですよ。回るんですよ。ぐるぐる回るんだ。入れるんですよ。アンディ・ウォーホル。ほっ。ぽっ。いや、綺麗だね、ここから見ても。なんかこの街のこの、なかなか、ちょっとなんかカメラで撮ると、味気ないね、パッとしないから。カメラね、あんまり綺麗に撮れない。ここにね、面白いね。だいたい人と歩くのが似てるんだね。カモとテコテコと歩くね。テコテコテコ飛んだ。飛べるんだよね、これ。カモ飛べるからね。いいね。この美術品、あ、いいね、これ。この風景いいね。おっち、危険、登らないでくださいと。こんなところに登る人がいるかね。いやー、綺麗だね、これ。おっち。